いや、テラでもないの、ぶっちゃけ、ぶっちゃけないの。ご苦労様です。今日の企画は、はい、リッチーとリリちゃん。真ん中になったらあいつはいい関係なよ、多分。まあ、いてテラなんか誰でも付き合うんだ、別に。分かったな。リリちゃんはどうかわからんけど、でも実際彼氏はなんちゃったな、はい。まあ、今日はリリちゃんとミッチー、まあ、呼んどんですけど、まさかのね、男と女をくっつけれちゃうから俺。キューピッド、ハゲキューピッドだから俺。ハゲキューピッド必ずじゃあやってみようか。はい、どうだ、もうこの企画で大丈夫かな。レッツゴー。お疲れ様です。うっさっす。なんすか、なんすか。もう嫌な予感しかしない。嫌な予感しかしないです。嫌な予感しかしない。今日の企画はね、はいはい、とにかく、はい、俺は今からリリーちゃんとお前をくっつける。はい、何ですかそれ。何ですか。くっつける。はいはい、付き合わせる。はいはい、まあ今日も時間ないもんね。7時まで。あ、そうですね。7時に出るのか、7時にはもう家に着いてたよ。家に妹来てるんで。妹は7時は間に合うじゃん。あ、大丈夫ですね。妹は家に掘ってってる感じなんで今。あ、家にまたしとんの。あ、そうです。自分の家に。あ、自分の家に。ちょっととりあえずそっち行こう。来てください。来てください。来てください。妹が出てきた。かわいいでしょ、妹。写真出てる。写真来てみました。妹の写真ですか。これ、これです。この背高いドン。あ、会ったことあるじゃん。そうですね、焼肉店。そうですね。僕は撮ってた。はい、まあ、じゃあちょっと企画変更するかもしれないんですけど、視聴者の皆さん、はい、どういうふうに言えばいいですか、とりあえず。いや、今社長と YouTube 撮ってるんだけど、一緒にあのちらっと出てくれみたいな。分からんす、ハードボイルドの方にしろ、おいしいですよ。家出す男が出て、男が出てお兄ちゃんまずいって、彼氏今おるって。もしもしあの、もしもし、あの、今ちょっと YouTube の撮影してんねんけど、あの何、あの、ちょ、動画出演って OK ですかね。ちょっと待って、全然顔面何も作ってないけど。え、じゃあ逆に作ったら OK。 モザイクかけてもいいよ。あ、モザイクで。妹さん、あの、社長覚えてますか。はい、覚えてます。焼肉屋さんに会いましたよね。はい、僕あの時からあなたのことがずっと好きなんですよ。せっかくなんで妹さん出れるか聞いてよみたいな感じなんですけど、もしダメだったらもう全然いいんですけど。いや、まあ、大丈夫ですけど。うん、ちょうど30分後の6時5分に行くから、用意して待っといて。はい、 YouTube 面白いなー。リン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 。また俺の恋の1ページに一人の女性の名前が刻まれるのか。何人刻まれてるんですか。もうは俺はお前らを今日くっつけなかったから、もう視聴者にも、はいはい、もう、まあ、ぶっちゃけあの入り取っておくから俺さっき一人で。あ、ま、ガチで撮ってるんですか。あいつさっき撮って、ほんとガチで撮ってる。ほんまですか。俺絶対くっつけるからって視聴者にもうこあの告知したから。だけどコメント欄結構来るじゃん、二人を似合い、ね、お似合いって、はい、で、ここまではっきりしようじゃないと思うんだわ。これはじゃあ妹さん迎えに行くまでに、はい、ちょっと一軒連れていきたいとかあるの。じゃあ、ちょっと携帯出すんで LINE だけ送ってもらっていいっす。ね、リリちゃんに。じゃあ、俺がお前の LINE やったら、もうそんなの動画にならすぐ落ちちゃうから。もうびっしょびしょだ、リリちゃん。それは、これは。リチーって言って、真っ赤にして。怖い、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 怖い。いやいや、サンタクロースが来たよーって。ちょっと私には何のことかわかんない、ね、俺もよくわかんない、ちょっと理解不能です、はい、これもサンタクリッチ。早速ね、まぁ、あ、ちょっと俺用事があるんで、はい、あの100均でちょっと買わなきゃもあるから、はい、ちょっと今日大切なあの秘密の仕掛けをちょっと用意しながら、とりあえず俺らがその100均で準備しとる間に、はい、ね、君たち2人は絶対カメラ止めたからよ。で2人で必ず、ね、会話を止めちゃダメです。はい、これはそれはあの YouTube だから撮影のね、はい、撮影のために2人は、はいはい、あの社会はしなか、はい、だからお互い携帯で触るの禁止だよ。じゃあお前らここ2人ずっと会話だぞ。はい、わかりました。いいな、はい、ではちょっと100均行こうか。ガチで3人で降りる行くんですか。当たり前でしょ。当たり前ですか。俺の企画が強すぎて、はい、いきなりここで始めるだけやって。はい大丈夫、それはご安心ください。いきなりここで追っ始めるだけやって。それはないんで大丈夫です。これなんすか、マジで。
いや全然上がらんすね。これなんすかマジで。何の企画ですかねこれ本当にずっと。なんかでもこうやってなるとなんか恥ずかしいですよね。うんそうですよね。なんかめっちゃ恥ずかしい。携帯じりてえもんな。彼氏とかはずっといないんですか。え多分1年前に別れて、はい、1年前に別れました。去年の夏、年れた去年の夏に別れてそっからほんまにいないですね、はい。もっと早、もっとすぐできるかなって自分では思ったんですけどね。ちょっと自分を過大評価しすぎましたね。僕はもうちなみにあのいつでもできますんでね。いつどういうことですか。いつでも別に彼女ぐらいだったらできるんで。あ、そうなんですか。僕は、はい、去年別れた人と2年半ぐらい付き合ってましたね、はい、学生の時から付き合ってたんで結構長いですね、はい、はあ、2年半、その一番の思い出なんですか。2年半の中の一番の思い出。いやもうあの P が入ることはやめてくださいよ。あ、わかりました。いや P が入ることは、まあ、別に言ってもいいですけど、まあ、僕が聞きたい。僕が聞きたいです。僕が聞きたいぐらい。私から振ったんですよ。私から振ってなんかもうあんまりもなんか覚えてないっちゃ覚えてないですね、はい、なんかリリちゃんの方から振ったんです。私から振りました。毎回じゃあ別れるときはリリちゃんの方から振るんです大体、はい、でもそうですよ。振られたことないと思います。うわ来ました。視聴者さんもう振られてもいい覚悟だったら全然あのアタックしてください。でもそうですね。いやほんまには、はい、振られたことはないですね、まあ、そもそも振られるようなことを自分から積極的に告白しに行くとかしなかったんで。あ、戻ってきた戻ってきましたね。はい、何回買ったの。え、何回買ったの。いや、ちょっと危なかったっす。今服着た。今服着とったっす。なんかもう目が恋愛の目になってるやん。今服着とったっす。普通になんかトークみたいな感じでしたよね。実際これ喋って、はい、ね、はい、リリちゃんの気持ちはちょっと何揺れ動いてんの。はい、いやなんかもう正直なんかカメラある前提のトークみたいな感じで、はい、じゃあ、はい、じゃあ逆にミッチーに聞くんだけど、はい、リリちゃんとこうやってまあ二人っきりになって、はい、なかなかないじゃんこういう機会って。ないっすね。で実際にそれではどういう気持ちになったの。ちょっと、うん、ちょっと今胸が熱いっすね。胸がキュンキュンしちゃう。今熱いっすね。じゃあリリちゃん逆にまあこいつ二人きりになるとまたキャラ違うでしょ。あそれないカメラ回ってるのキャラ作りまくっとった作りまくって、はい、作りまくってないっすよ。作りまくってないっすやん。で結構カメラ前提のノリじゃなかったですか。カメラがあるっていう感じのノリ。全然そうだよね。なんか二人仲いいなぁチロチロしたんで。いや結構いろんなこと聞きました。さあ、はい、じゃあ、はい、リーちゃんの妹待っとるで、はい、そうですね。ただ俺みんなで飯食いに行くのはいいんだけど、はい、お前らくっつける前リーちゃんの妹と俺くっついちゃうんかな。それはしょうがないっすね。それはしょうがない。しょうがないっす。はい、リーちゃん来た。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。俺のこと忘れられなかった。俺のこと忘れられなかった。ごめんなさい。放送障害、視聴者の皆さん、これが現実です。散々盛り上がっていたでしょうが、皆さん、これが私の現実です。これ本当、リリちゃんの妹で、まあモザイク中ですけど、はい、まあよく似た顔だな、どっちかっていうと。はい、声は似てるっていう。声はね、前店で会った時はもっとハキハキしてなんかこの料理はこうです、ああですとか結構そうですね。めっちゃハキハキしとるなぁ、はい、と思ったけど今日完全に落ちとるね、そっちから妹さんは、彼氏は今いないね。今いないよ。こいつ、ミッチみたいなやつはどう。どうですか。 YouTube で見たことある。あ、ある。あ、ある。結構見てるよ、うちのやつ。たまに。誰がイケメンですか、一番。誰が一番イケメン。イケメン、はい、どれかっこいいかなっていう。誰しとる。あの、うちの YouTube で出てるやつ、イケメンってやつもじゃん。イケメンとリュウジと爆速、爆速ですのミッチがあるじゃん。わかる、はい、全然わかんない。全然わかんない。俺しか興味ない。22にこんなことだ。俺捕まるから大丈夫です。もう成人してるんで。成人してる。大丈夫。成人してるんで。ただお父さんとお母さんがやばいです。法律は許してよ。お父さんお母さん。お父さんお母さんは許さないです。鉄壁の防御が起こるかもしれない。鉄壁の防御が発動されるかもしれない。鉄椎食らうんです。鉄椎食らうかもしれない。ついに会社に通報入るかもしれない。会社に通報入るかもしれない。意外にしてこんな会社やめなさいとか言って。この社長どうなってんだよってやるなやるなと思ったけど本当にやらなかったなこいつは。いや第一乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。初めまして。2回出ましたよ。ちょっとめちゃ雰囲気ある。されたな。めちゃくちゃいいですね。L ね。ポテサラです。あ、ポテサラ。はい、そうです。二度付き禁止の大阪ですよね。大阪なかないよね。
2回つけたら禁止っすか。二度つけ3回だったよ。4回だったら2個だったらもんな。2個だったらもんな。社長もあれこれ画面映っていいですか。大丈夫ですか。あ、全然ですよ。大丈夫です。ニースはあんま僕良くないです。知ってます。大丈夫です。でもこれもう10年ぐらいやってますよね。そうですね、やってます。視聴者の皆さん、またここ本当にね、俺も外からは何回か見よったんだけど、外からちょっと怪しすぎるもんね。入れない。そうですね、なかなか入れないですよね。そうそうそう、みんなでこうパッて入れるんですよね。そうそうそう、でも中、中はもう中入ったよね。こんな感じやね、兄さんと。あ、そこが若いね。21です。 21？ だからさらに下かな。同級生ですね。ここ21。見えません。妹さんらしいはやっぱね、せっかくなんで。彼氏は全然いないの。好きな人俺以外で。俺以外で好きな人いないんだ。そんなのこと好き。視聴者何笑ったんだよ、お前。お前今カナダのことお前俺も聞こえたんすよ、今。別にはいかんでしょ。優しい顔して結構ガツリ。まあ視聴者顔見れんもんでさ、ちょっとねえ、あれだけど性格は似てない。リリーちゃんね、ちょっと俺の中で挙動不審って感じなの。挙動不審そうなんですか。そうそうそう、なんか焦るとき焦る。なんか妹ってなんか、はい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 、グーって感じだ。あー、そうなんじゃん。リュウジ、リュウジ君タイプ。あー、リュウジ、あ、見て、みんな視聴者で見たら分かんない。あー、リュウジタイプだな。はい、皆さん、手を合わせてください。あー、出ないよ。合わせてください。はいはい、合わせました。はいはい、いただきます。いただきます。はい。もうちょっとこの企画自体はボツになりそうだもんね。てか、なんですか、マジでこの企画。はい、どうぞ。あ、マジでこの企画、なんですか。あ、これ、切れてきた、切れてきた。切れたっていうか、その、いや、シンプルに疑問点が。この企画が疑問点が多すぎる。え、ほんまに。ありがとうございます。一応、多分20分以上ありますけど、お安くしとくんで。お、ありがとうございます。おー、ありがとうございます。イメージアップです。おー、ありがとうございます。こちらで。これもう、タレ、これ開けんかな。これはソースで食べるな。あ、お好みですね。醤油とかみんな塩とか。これは一発、これは？あ、これ基本ソース。これはソースか。で、俺リリーちゃんが本当にタイラのこと好きなのかな。私がですか？うん。そういうところあ、なんかありました？どういうとこや？なんか物腰柔らかい人がいいですね。あー、物腰柔らかいっていうことは？僕じゃないですか。ねえ、なんで、でもリリーちゃん彼氏欲しいとかないの？いい人がおったらいいなって感じですね。ねってでも、はい、え、男の人はいいところでしょ、マジで。え、YouTube の前でちょっとふざ、おふざけ多いけど、はい、案外優しいっていうか、僕あの恥ずかしがりじゃない。ああ、まあそうですね。恥ずかしがり、恥ずかしがり、結局の恥ずかしがりなんだよ。はい、リリーちゃんから見た、はい、リッチーどんなんかちょっと視聴者の前に言ってほしいな。温厚って言葉が合ってない気しますけど。私はストリーわさびです。ああ、恥ずかしがりだしね。うん、なんか動画の中、うんうん、はい、あ、ありがとう。ほどなんか何、うん、ゴリゴリすぎでもないなって感じですね。あ、まあ、プライベート動画とプライベートも変わんないみたいな、うん、変わんないと。どうなんですかね。いや、でもプライベートってもそんなにめっちゃプライベートっていうほどそんな、うんうん、まあ、そうですね、あんま言ってなかった。あ、そう、あ、そうなんじゃないですか。嘘、はい、先月カンナーちゃんのことじゃないですか。いつの話ですか。あ、お前、なかなか2人は俺に内緒で2人でデートちゃんとしてんだ。たまに、あれ、はぐんでんな。たまにですけどね、たまに、たまにっす。たまにっす。はぐんでないですよ。てか、ほんまに、じゃあ、ほんと、もうほんと拒絶反応起こしてやってください。それはちょっとショックなんか。俺ももう動画締めに入っとる。しょうが、好き。これめちゃくちゃうまい。ほうが。マジですか、赤いやつですか。これはうまい、ほんとにうまい。あ、じゃあ、お前からじゃあ、リリーちゃんにどんな子なの、実際。カメラ回ってないの。あの、回ってないところですか。うん、まあ実際結構あのシャイで、あ、二人の時とかはよくあのあんま喋らんのっすよ。動画でこうあんま喋らんのっすよ。めんどくさい。なんでお前かっこいい男風のなんかカメラ風の喋り方するの。だけどやっぱりまあここは持ってるから、ここはここは持ってる。気持ち悪いよ、自分の中はこう持ってる。そう、いや、テラでもないの、ぶっちゃけ。ぶっちゃけないよ。私にも聞いてますか。私に聞いてる、どっちかっていうと。どっちかっていうと私に聞いてる。いや、本当にそういう、なんかふざけて反乱するのってことやってますけど、うん、本当にそういうのは大丈夫じゃないから。めっちゃ笑っとるやん。もうこの、じゃあこの二人はもうないんだね。じゃあちょっとさ、俺が聞いたいこと、はい、言っていい、はい、
俺飲んだら相手の気持ちが読める。はい。さっきからここなんか俺のことがずっと考えてるんだよ。はい。俺もその目線に気づいてる気がして、はい、俺のこと好きなんでしょ。シーン乾杯です。視聴者の皆さん、はい、ミッチーとリリーちゃんを幸せにしたのと思って、はい、一生懸命のね、結局何時間4時間4時間前とか撮っとんのにこんなんですよ。まあ今日はもうじゃあ締めようか。はい、はい、うん、大体お前が企画考えたらお前が悪いんだよ。すいませんでした。まあ初心全部俺がやるから。はい、じゃあ皆さんチャンネル登録といいね。あとぜひ僕とリリーちゃんに対するコメントね、まあ本当お似合いだと思うんだったら普通にまあ1000コメント入ったら僕ら付き合いますんで、コメント入れてほしいな。で1000も入れば、いやちょこ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 来るからコメントと、はい、まあ本当あでもいいでもうでもいいんだよな、はい、ありがとう、ね、頑張ってねとか、それでも嬉しいじゃん。嬉しいですね、本当に。でチャンネル登録は本当に誰が登録してるって分かんないから、はい、結構年配の人が登録しづらいっていうのがあるんですけど、まあ年配の人も登録しまって、はい、誰が登録してるか分からんもんね。分かんないですね、本当に、はい、まあ、ね、そうそう、視聴者の皆さんライブやってるから今酒飲みないでやるからね、はい、だから不定期でやるんだよ。ぜひチャンネル登録と通知までやっとると出てくるみたいな。出てきます、はい、ライブやってるよ、今ライブやってるよって言って、はい、だからそれだけ登録してください。はい、はい、社長、社長も一緒に、じゃあまたねやってください。あれ、もう待ちます、はい、また見て、見てね、またね。また遊びに来ます。あれ、あれ、あれ死んでいいですか、あれ死んでいいですか、あれ死んでいいですか。大丈夫、あれ死んでたぶん顔怖いですね。あ、加工したらダメだよ。加工だ。素顔でしょ。おー、素顔が俺はいいぞと。ってよく言われる。よく言われる。いや、加工したら誰かわからんすから。社長、ありがとうございます。社長、ありがとうございます。社長、ありがとうございます。ありがとうございます。突然来て、また遊びに来ます。ありがとうございます。ありがとうございます。あでも本当に食い物も良かったな。刺身も新鮮で、ね、ぜひ、まあ、串カツとかもうまいですね。いや本当に全部めっちゃ雰囲気もいいです。店内のめっちゃいいですね。まあ俺妹さんと妹ちゃんと、はい、今日関係できちゃった。あのそれだけだ。帰っちゃった、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 帰っちゃった。お二人がいいのなら私は別にも何も口出ししないので。あ、そう、まさかの。だって俺お姉さんって怒らんか、本当に。あ、本当にお姉さん義理の弟になるでしょ。あ、そっか。いや、それないけど大丈夫。確かにそうです。